こんばんは、和道です。もう1時間ぐらい限定で放送しようと思います。2017年12月18日、22時31分でございます。よろしくお願いします。なんかね、さっきの枠で後半禅とかの話になったんだけど、禅について語ろうか。じゃあ、キーさん、お久しぶりです。禅とか瞑想とかね、について語ろうか。テロップに入れよう。禅夜。瞑想について瞑想について語ると。なんて言えばいいんだろうな。座禅とか瞑想とかって皆さんやります？あんま普通の人やらないのかな。宗教儀式だからな、もともとは。なんて言うんだろう。簡単に言うと、心を静めていくんだけど、やってます？やってるか、みかんさんやってるよね。何系のヨガをやってるのかによるんだけど、俺がやってるのは、まず、ハンカフ座っていうんだけど、座禅ってこう足をクロスさせるんだけど、俺は体が硬いからハンカフ座っていうのをやってるんですよ。ハンカフ座っていうのは、この片方の足をここに乗っけるってやつね。これジーパンだからちょっとできないんだけど。で、まあ座り方はね、ぶっちゃけた話ね、俺の研究の成果によると何でもいい。何でもいい。ただ、重要なのは、そう、背筋を整えることっていうか、座ってソファーでもいいんだよ。で、こう、あぐらでもいいの。どしっとこうね、正中線をこう整えることがすごく大事。結果不座っていうのは両足の方ね。これは半下不座でやるんだけど、座り方あんま重要じゃない、正直。寝ててもいい、正直。で、まず、重心をこうやってね、探るんですよ。こう、ゆっくり横にずらしていって、で、顎を引いて、背筋を整えて、気の流れっていうかね、どしっと。で、それは後で説明する。なんでそれをするか。で、中心線をたどって、重心がぶれないところっていうのがあるの。リラックスして同じ姿勢で座れるところ。で、そこで、まあ目を閉じてもいいし、目はぼーっと前の方を見る感じでもいいし、俺は閉じちゃうんだけど。で、物音がしないところね。静かなところを空間を作ること。ヒーリングの音楽をゆっくりね、少し流してもいいかもしれないけど、できれば毎日同じ環境で毎日同じことができる部屋を作った方がいい。俺のおすすめは。自分の部屋でもいいし、要は外部からの状況を遮断できる空間。で、ルーティーンでやるから、禅とか瞑想とかっていうのは。だから、自分の部屋でこの時間、この時とか。で、1時間も30分もいらない。10分ぐらいでいい。で、音楽軽くかけるのか、もしくは無音。俺は無音をおすすめするけど、ヒーリング系のヨガ教室とかね、ファーンとか自然界の音とか流すかもしんないけど。で、呼吸に集中する方法からまずやろうか。ただ10秒、ゆっくり10秒間吸って10秒間吐くっていうだけ。それだけ。と、全裸もいいと思うよ。全裸いいと思う。全裸いいと思う。家の中でやるんだったら。で、あと、俺がおすすめするのは、頭の中の思考の言葉ってわかる？みんなの脳のからくりがどうなってるのかわかんないんだけど、俺の例えで言うと、こう黙ってると、頭の中で言葉ってみんな出てくる。大丈夫。思考の言葉って出てくる。言語。出てくる人手挙げで。要は、心の中に言葉が出てくる人。出る。簡単に言うと、これをなくした状態が、初期段階。ここがスタートライン。で、これができたら普通の人のヨガで合ってる。音楽とか思考とか言葉とかを全部シャットダウンできたら合格。入り口だね、これが。で、この辺でやめといた方がいいと思う。これが禅。
簡単に言うと。これが無ってやつ。完璧に思考がない状態。いや、これはね、そんなに難しくないよ。それができないのは、要は欲があるから。俺はすぐできるよ。やってみましょうか。やってみましょうか。やってみましょうか。いいですか？やってみる？いや、見たところで、お前、どうだろうっていうのはわかんないだろうけど。コツか。俺はね、昔1時間ぐらいかかった。ここまで行くのに。ただ、慣れるとすぐできる。慣れるとすぐできる。これ多分ヨガやってるみかんさんとかすぐできるよって言ってる通りだと思う。なんて言えや言うんだろう。はい、終わり。本当にこれくらいのスピードでできる。なったら手上げるのもちょっとおかしいんだけど。このスピードでできるよ、多分。習慣化することで、そうするとね、睡眠と同じっていうか、なんて言うんだろうな。呼吸に集中するのを髄側管って言って、息を数えるっていうんだけど、あと数字を数えるやり方とか、ガチリン管とか、まあテクニカルな方法があるんだけど、簡単に言うと、なんで呼吸だけに集中するか、なんで数字だけに集中するかっていうと、雑念のコントロールをする初期段階の、要は無になれないから、無になり方として1個のことだけやらせるっていう修行法なの、これは。要は、いい質問だな。まず無になるじゃん。そうすると脳を使ってない状態に近いのよ、簡単に言うと。だから、すごい、簡単に言うと手が重くなったり、体全体が、手の先、左手、右手、両足が重くなったり、あったかくなったりするのと、体の境界線が熱を帯びて、要は自分の熱を体感できるから、世界と自分の体の境界が分かるようになるの。要は、ゾーンに入っていくっていうのかな。ボワーっとオーラみたいなのを感じるんだよ。念能力とかさ、あるじゃん。オーラとか気とか、そういうのが分かるようになるの。要は、世界の隔たりと体の境界線が分かるようになって、どんどん熱くなっていったりとか。で、もっと、のんちゃんなんかすごくて、手ブワーって、あれ、北海道より熱くなるよ、のんちゃんなんか。そう。で、まあ、整うわけじゃん。で、今度面白いのが、超集中状態みたいな。言語じゃなくて、からくりで生きてくる。で、俺が、人生で何回かしか体験してないんだけど、体の境界線と世界の境界線が感じるじゃん。で、熱くなったり光があったりとか、もう次のステージがどんどんあるんだけど、一番面白かったのが、時間がなくなるっていう話につながるんだけど、空間がなくなった。ブーって。要は空間に飲まれたの。意味が分かんないでしょ。世界から消えるの。その時に時間とか空間の概念がなくなった、俺は。だから、まあ、ドラッグやってるようなもんだろうな。アビエント聞いてボケーっとすることはできる。簡単に言うと、その集中状態になると、要は、外部と遮断されてるから、音が聞こえなくなったりすることもできる。どれくらいまで？最初の頃はやっぱ雑念で、なんか、ご飯食べたいとか、エッチしたいとか、かゆいとか、なんか動かしたいとか、もう雑念だらけなの。で、そこをまず、それが解けなくて、最初は泳がすっていう訓練をした。簡単に言うと、もう、それに抗おうとするのも思考なのよ。わかる？納豆キムチさん。かゆいっていうのを考えるな、ダメだって言ってる、ダメだもダメなんだよ。ってことに気づくの。だから、思考を泳がすの。要は、脳が感じるまま鼻ほじりたいとかかゆいとかも徹底的にやらせるの。そうすると人間の欲の本質みたいなのがわかるのよ。だけど、実はこれって脳が指令してるバグなのがわかんの。なんつうんだろう。
っていう 伝わりづらいよ 伝わりづらいけど、その見る人が見るとわかる、なんつうんだろうな、これ絵的にどうなってんのかよくわかんないけど、こうね、わかる、伝わる、伝わんないよね多分ね。こうなんつうんだろう、こうなんつうんだろう、こうファーってできるんだよファーっていうか、うん、そう、そう、受け入れるっていうかね、打つとかはもう完全にその思考がバグってる状態、うん、もう完全に要はやってることと自分の心の本能がずれてる状態の時に打つになる。だからセロトニンが出てない完全に、うん、どれくらいでっていうかね、毎日やるとね気持ちよくなってくるんだよね、すごく。みかんさんわかると思うんだけど、俺最近やってないからダメだなと思ったんだけど、で面白いのがね、光とかがねこうボワーってきたり、熱とかね、その感じ方は人それぞれだし、その時その時なんだけど、なんかね感じるものがあるんだよ。で実はそれすら幻だっていうところが面白い、その先もある、うん、あとは今度その次の次の次ぐらいのステージなんだけど、体感をコントロールできるようになるのね。それが俺が言ってる、いつもこの前カオスに説明したんだけど、みんなはこうでしょ、地球があってみんなこう思ってるでしょ、うん、わかる、漠然となんだけど、みんな地球がこう丸くあったらね、こうやって丸く地球があったらこう乗っかってるイメージあるでしょ、みんなこう、これこのイメージの人手挙げ、地球が丸くあって俺こうやって乗っかってるんだよねって、このイメージのはずなの、みんなこれでしょ、俺これなの、要は普段はこれなんだけど、こうできるの360度。要はすっごい面白いよ、空が逆さまで、俺が反対側に要はこうなってるの、体感として。でもこれでも正解なんだよ、こう自由にできるの、面白いよ。要は地球にへばりついてる感じ。そう、でも宇宙から俯瞰して完全に脳が見えてるから体感でそうなる。なるほどって。そう。これが幽体離脱の一種よ。すごいよ。だから、空に落ちないようにくっつい、天井にくっついてるみたいな。地球が天井でくっついてるみたいな。寝てる時だったら。そう、そういうこと。上とか思い込みだっていうのがわかるの。脳の先入観をどんどん外していけるの。あ、だから面白いでしょ。その先に幽体離脱があるのよ。これがこうなっててるってことは、こっから外せるのよ。そう。だからそういう危ない技法とかもあるから。うん。うん。だから浮くっていうよりも外せばいいの。意識を外すの。うん。体感を外にやる。だってもう俯瞰して見えてるわけじゃん。宇宙の視点から体感があるわけだから。だから言葉で説明するの難しいよ。やっぱり。眠れない時に手が重い、足が温かい、顔が涼しいとか感じる。そうすると寝れる。ポカポカする。ただものです。あ、だから、その、ドラッグの経験者とか、例えば俺、のんちゃんに触らないで、のんちゃんを倒すことができんの。っていうか、これリスナーさんに全員リアとしてほとんどの人にできて、一人だけできない人いたんだけど、俺のんちゃん触らないで倒すことできるよ多分ここにいるみんなできると思う。触らないで倒すことできる。やってみようか。じゃあ、やってみる。見たい、近くの僕いいとこつくね、ナイツさん。簡単に言うと、これが仏教の言うとこの空なんだってわかんの。俺らがあると思ってる実体って、俺らが感受してるだけなのよ。だから感受装置を切ったら、ないと一緒なの。だからこの世は幻なの。面白いでしょ？要は実体があるって思い込んでるだけなの。実体はあるんだよ。だけど実体を切っちゃえば、インプット装置の回路切っちゃえば、なくすことってできるの。逆に言ったら、統合失調症っていうのは実体のないものを脳内で作ってるだけじゃん。つまりこの世は幻でもあるし、現実もある。けがん、空眼、中眼とか全部わかるようになるよ。のんちゃん協力して、ちょっとここに立って。
そこ。そこでいいよ。やらせない、やらせ、あの、配信的なやらせなしね。なんつうの、リラックス、リラックス、リラックス。もっと肩に力入ってる。リラックス。ちょっと待ってね。脱力するイメージ。体から、体の筋力を脱力していって。で、ここにチャクラがあるんだけど、背筋っていうのがあるでしょ。こっからここここここって、でここをイメージして今よくさ、あの、仏教の人とか霊能力者、背筋を正しなさいって言うでしょ。これヨーガではチャクラっていうのがあるんだけど、こっからこう抜けていくイメージ、最後のチャクラってここにあるのよ。だからここを髪の毛で言うとこう引っ張られてるようなイメージね。で顎を引いて、顎をひ、うん、そう、そんくらいで、肩をよく、もっと力抜いて、で、ここね、のんちゃん、こういうイメージ、姿勢がいいってこういう人のこと言うでしょ、うん、そう、ここが、こうまっすぐね、うん、そう、で、力を抜く、そう、それが正しい姿勢で、もっと力抜いて、顎を引いて、そう、これが正しい姿勢。肌から見てごらん、横、こっち見てごらん、綺麗でしょ。せえ、のんちゃんちょっと猫背なんだよ。いいよ、戻っていいよ。このイメージで脱力して。で、いくよ。これ聴覚。聴覚。で、今タバコの煙ね、匂いがあるでしょ。で、今度視覚、目つぶろうか。目つぶろう。で、ね、この触覚とかあるでしょ。これを使わないイメージ。これを使わないイメージ、ね、で、まっすぐ立つっていうこと。これはのんちゃん触らないから、そう、姿勢を正して、もうちょい、そうだね。そのままで、感じるまま、絶対受け止めてあげるから、感じるままに。うん、そうそうそう。俺受け止めてあげるから、身を委ねて。はい、オッケーオッケー。はい、そのまま、そう、いいよいいよいいよ。はい、はい。力で対抗しない。いや、もう何どうしたの、いいよ、言いたいこと言って。うん、力、リラックス、リラックス。力が入ってるから。姿勢を正しくね。いや、受け止めてあげるから。うん、そのまま抵抗しなくていいよ。その感じる力のままでいいよ。そう、五感を使わない、筋力を使わない。怖い、ありがとう。怖い、はい、できるでしょ。怖いよ。怖いでしょ。だから、あの、こういうのが分かるようになるとこういうことができる、うん、プラーナでも体験しないと分かんないかもしれない。あの、その旗から見てるとうさんくさいで終わっちゃうんだよ。のんちゃんに、はいはい、のんちゃん、はい、ん、なんか聞いてみたいなってみんなが。はい、いいよ、質問して。前にも倒せるよ。コントロールできる。あ、なんかグラグラして、なんか前と後ろにグラグラして、なんかで最終的には後ろにドーンってなる感じ。別に前に倒すこともできるけど、俺が物理的にできないから、ま、前に倒すのがだから発形だよ。発形強くやるのが
いいよ、なんか聞きたいんだって。どういう風に変化していったっていう、うん、ああそう、なんだろう、うんと、どうしてもかかとに力が入って抵抗しようとしちゃうから、そうそうそう、反発で力で、そう、そう、で、でもなんかグラ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 なってるのはすごいわかる。そう、押されたり引いたりっていうのを多分リンクしてるはずなの、うん、で、のんちゃんが力で抵抗しようとする。別にだからオフ会とかでも俺やるよね、うん、全然できるよ、誰でも、うん、のんちゃんバホバホ言ってるからありがとう、はいはい、まあそんな感じだ。捨て頃とかでも見せてあげられるけど、全部ほぼ 100% できるね。ほぼ 100% できる、うん、押されてるのか引っ張られる認識があるのか、なんかもわっとしたね、そのオーラとか気とか名前はよくわかんないんだけど、俺は念とか何でもいいんだけど、もわって押されるの、体じゃない何かを。だから第六感みたいな、だから俺の押してる感覚とかとのんちゃんの押されてる感覚とかリンクしてる、うん、だからさっき言ったじゃん、体の境界線から熱みたいなものが帯びてみたいな、それを押す感じだ。そう、すげえオカルト枠みたいになってるけど大丈夫超能力オカルト枠みたいになってるけど、でも俺とのんちゃんがやってもいくらやってもやらせだからな、これはね、うん、なんかこう別の人を使うべきなんだろうけど、前にも倒せるよ。まあでも疑う人には何言っても体感させないと無理だから、うん、メガホンありがとう。いやだから手で押してるんだっつうの、手からその出してんの俺は、もわっともわっともわっと、そう、うん、疑う人も一人だけリスナーさんではできなかったけど、その疑ってるって言ってリアとして、今までね20人ぐらい、川崎洋平も倒せたよ、そんなのないって言ってたけど、あできたわっつって、でも催眠術でしょって言ってたけど、全く同じ感想を言ってた、うん、でただ疑ってる人はいたの、俺倒れないと思うって言って、でその人実際倒せなかったんだけど、掴まれてるのは分かったって言ってたよ、押されたりこう引いてるのは分かったって言ってた、うん、物理世界に干渉してるんだ、分かんない、そこはなんだかよく分かんない、なんだかよく分かんないけど、こういうものがあるっていうのは覚えておいた方がいい、うん、俺実際のこと言うと俺もなんだか分かんないのこれ俺もなんだかわかんないんだけど、なんつうの、スターウォーズでいうフォースとか、ドラゴンボールでいう気とか、念とか、オーラとか、いろんな言い方あるじゃん。これだっていうのはわかる。要はいろんな言い方あるけど、これだっていうのはわかってる、うん。で、ドラゴンボールとかってさ、なんだかわかんないけど、そのいろんなアニメとかフォースとかって潜在的にあるって信じ込んでる人間っているじゃん。ファンタジーだって分かってるんだけど、あるっていう世界に入れるじゃん俺ら。だから実はね、俺らはこれを失ったのが文明社会だと思ってんの。これを忘れた人類っていうか、これをオカル魔術だとかオカルトだとか嘘だって言ってたのが俺らだっていう。でも俺らには残ってるんだっていうのは俺は分かる、うん、ごめんね、なんかすごいふわっとした話だけど、うん、うん、だから俺は釈迦からもこれ感じるの、手のひらにいたら釈迦のこれが分かるの面白いでしょ、うん、脳や感覚に干渉しても可能だな、いや体感しないと分かんないよこれは、うん、体感しないと分かんないと思う、手のひらでこうやってもできるよ俺、うん、これでできる、いやだからね難しいんだよこういうのっていやどういう配信だよっつか、こういう精神世界とか禅とかの話ってさ、言葉とか映像とかでいくら言ってもさ
なんつうんだろう、伝わんねえっていうか、そのうん伝わんねえんだよこれって。やって初めて、あ本当なんだっていう、うん、なんて言えばいいんだろう、うん、そう体感しないと分かんない。禅の世界もそうなんだよ。その光が来るとか、そのいくら体か境界線がどうのとか、手が重くなるとか言っても分かんないんだよね。だから宗教家とかが騙せちゃうっていうか、嘘だと思ってる人ほど体感した時にすごい神様だってなるわけじゃん、うまく心理誘導したら。うん、生命のね根源的なエネルギーっていうかね、うん、なんだろうな、なんて言えばいいんだろう。俺は本当に気とかオーラとかフォースってこういうことだろうなっていう感じがする。本当にキララさんこんばんは。ただそれとしか言いようがない。でその中国とか西洋人とか呼び名が変わってるだけで、なんかこれでしょっていうだからその中国の先生とかいるつんじゃん、木の先生、これですよねって俺できる弱いけど、これのことですよねっつったらそれのことだって分かり合えるヨガの先生にこれのことですよねっつったらそれそれそれみたいな、ビンビン来るみたいな周りから見たら何の話みたいな。そうそう、神秘体験で俺はそれは嘘だっていうか、それをやったら終わりだと思ってんの。ただ超能力じゃんこれって。超能力使えるんだけど、なんつうの、騙されないでっていうタイプなの。そうそうごめんね、変な放送になっちゃった。うん、そうそうそう、あだから重力をコントロールできるんだって、うん、さっきの話に戻るけど、うん、うん、俺自身が何か分かってないから何か分かってないけど、子供の頃からこれはね使えたの。そのこういうものがあるっていう、うん、うん、そうそうそう。厄介なのはその物体がないんだけど、説明ができないんだけど、確実にあるんだよ、体感がある時点で。だから厄介なんだよね。これ今神様が触ったんだよって嘘つけるわけじゃん。だから厄介だよね、うん。で不思議なんだけど、これの交換とかもあるのよ。そのうん、その交換っていうか、その相手からともらうこともできるし、与えることもできるの。だから難しいよやっぱり。だから俺あれだもんな、競争とかできるもんやろうと思ったら、手かざし競争、ハンドヒーラー病気治りそうだよな、うん、なんかちょっとねモワーっていうか、あったかいんだよね、モワーっていうか、ふわーっつうか、おーなんつうんだろう、こうも気持ちいいんだよすごく、うん。でもね、これは悪用しちゃダメだと思ってる、うん、悪用したらダメなんだよ。なんか若干これやめた方が良かったな、みんな引いてるでしょやらなきゃよかったな。チャクラっていうか、俺はそのなんて言うんだろうな、その専門的なことは分かんないんだけど、これを思いっきり悪意っていうかね、攻撃的というか、ガッて出せるやつがいたらガッて吹っ飛ぶと思ってる、うん、だいぶ引いてるね。俺は弱いのよ、弱いけど分かるみたいな。だから多分これ強くできるんだよ、多分波動と波動、うん、波動っていうか、俺はねもっとこう生命エネルギーとかがしっくりくるんだけど、こうボワーっというか、こうこれで今出てるんだけど見えないじゃん、こうしかも強くしたり、こうあったかくしたり、でかくしたりすることができるんだけどやめようぜ、これオカルトでしょ完全に、うん。いやなんかね、もっとあったかいものなんだよねすごく、うん、そうそうそう。あだから手当ての語源だよ、手当てするって言うでしょ、怪我した時に手当てするって、手を当ててたんだよ昔の人は。
手を当てて直してた、技術とか才能っていうか宗教的な霊感とかに近いと思う、こればっかりは。うん、あのスピリチュアルなものなんだと思うけど、俺実は非科学的じゃん、論理的な方が好きじゃん。だけどね、そのあるんだよこういうものは。幽体離脱はできるって、うん、幽体離脱の話をして伝わらないからのんちゃんのこと動かせるよって言って、じゃあやってみようっていう流れだから、うん、自分のコントロールの方が得意なの。習得できない？何を習得するの？だからできるようにさせられるよ。全然、俺は。センスのいい悪いがあるの。受け取る方と出す方の得意、不得意もあるの。でも普通の人でこれくらいできるよ。うん。うん。だけど、これを覚えたところで何なんだって話なの。俺からすると。こういうものがあるで終わりなんだよね。東洋医学ができたルーツ。あ、まあまあそうでしょう。だから始皇帝ってカーテンの奥で見えなかったじゃん。要は天皇みたいな。天皇も神だったわけじゃん。だけど病気になった時遠隔操作でこうやって治してたんだよ。ボワーって、うん。釈迦もその立場だよね。釈迦はだからこれは、だから空っていうか幻だっつってんだよ。だけどこういうこともあるっていう。その要は現実的な徹底的なロジックの世界とこういう不思議体験の中立に立つべきだって考えた人だよ。うん、タルパは分かんないな、うん、信じやすい人は習得しやすい。そう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 、そういうこと。思い込みの世界なんだよね。でもさ、そもそもプラセボ効果があるっていうところは俺これミソだと思ってんの。あのね、プラセボ効果があるっつって、なんだ思い込みの力じゃん、思い込みで病気治るって話じゃんって、ちょっと待って冷静に考えろよって俺は言いたいの。つまり3割は思い込みで治るんだぞってでしょ。頭でっかちなやつがさ、それプラセボって言うんだよ、それ人間はそういう風にできてんだよって、お前さって頭悪いなって、病気が薬いらなくて3割治るんだぞっていうことをなぜ研究しないんだと思うの。プラセボ効果があるで終わってるのが俺はなんか医学の限界だと思ってんのよ。そう思わない？プラセボ効果にもっと研究しろよって思わない？そう、精神が物理に干渉してるっていうことをもっと突き詰めろよっていう、そういうことでしょ。俺はそっちの方が正しいアプローチだと思ってんの。それプラセボ効果って言うんだぜ、バカじゃねえので終わりじゃなくて、お前賢いんだからプラセボの研究しろよ、なんでそこに着眼点いかねえんだよっていう。そう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 。つまりその思い込みで病気とか怪我とか治ってんじゃんっていう、そっちの方がすげえだろうっていう。いや、もう完全なプラシーボでしょ、うん。いや、教育、いや、それが危ないとは思うんだよね。指導者の考え方で、指導者がフラットに考えられなかったらさ、要は宗教化できちゃうから怖いんだよ、これって。だからね、要はね、魔術扱いして禁止したのはよくわかるよ。だから、その、これは指導者の考え方が歪んでたら絶対その思想も広まると思ってるもん。だからね、本来はね、こういうのはやるべきじゃないんだよ、やっぱり。比較もしてるけど、プラセボが何なのか分かってんのかっていう。プラセボを使う技術が東洋医学だと思ってるから、俺は。それもプラセボだよね。嘘ついて飲ませて車用意しなかった。だから人間がいかに思い込みの生き物かっていうのはもっと知っといた方がいいんだよ。じゃないと悩んでる時とか思考が回んない時に騙されちゃうんだよ。
だからなんかそういう超能力があると思わないで、人間が本来こういうものを持ってるんだっていう、騙されないぞって思ってほしい。だから俺は引き寄せの法則あるってずっと言ってんじゃん。思い込みの力だけで生きてきたんだよここまで。だからその禅とかやってることに通ずる部分があるんだけど、いやアファーメーションとかって思いっきりさ、要は呪文唱えてるわけだ。ドラッグに対する考え方が違うの。要はそのドラッグっていうのは何か作用する物質を入れて、要はなんか入れて治るっていうか、治るつうか覚醒すると思ってるけど、もともと脳が持ってるのをブースター装置とか反物質をフィルタリングする装置なの薬って。もともと脳内にあるんだっていうふうに思わないと、うん、インターステラー、うん、いやあのね、インターステラーって映画、どの映画見るといいよとかじゃなくて、そのなんて言うんだろう、うん、ドラッグを凌駕するっていうよりも、もともと持ってるっていうか、もともと人間が持ってる。だからドラッグ、俺のイメージなんだけど、そのドラッグを経験してる人の話聞くと、体験談を聞くと、あの禅をやってる人の体験談に聞こえるの。だからインスタントにそれを修行をしないで取り入れられるものだっていう感覚。うん、ブースターであったりインスタントにこう手軽に取れるみたいな、そういう印象を受ける、うん、ただその俺はそのレベルまで行ったことないわっていう体験とかも聞いたことあるんだけど、インターステラー面白いな、バーガーありがとう、うん、だからそのマラソンランナーとかさ、すごいハイじゃん、あれってもう完全に脳内麻薬でベロン、もう超気持ちよくなってるわけじゃん。だから北島康介とか気持ちいい、超気持ちいいっていうのはあれ脳内麻薬だと思うよ。なんか決めてる状態と一緒なんだよ、うんうん、だから本来はね、俺ね、命の危険にさらされた時に神様のプレゼントだと思ってんの、生物が持ってる。要はこういう状態だからこうなるみたいな。だけどドラッグを否定する考え方じゃん、どちらかっていうと。俺要は自分の快楽のためにそのインスタントに取っちゃうから副作用が来ると思ってんの俺は。マラソンって本来17秒とか16秒とかのスピードで 42.195 キロ走り続けることなの。それ2時間とかで達成できるわけじゃん。普通の人がやったら死ぬんだよ。普通のおっさんとかにそれやったら多分心臓発作とか死ぬんだよ多分。だけどそれくらいの訓練を経て、何年間も訓練してそのトップスピードを維持できるから、神様がそれを与えてるわけじゃん、死なないように。だからご褒美だと思ってんの。だけどそれを薬で簡単に手に入れちゃうと、要は本来は苦行のご褒美でもらえるものなのに、インスタントに取れるようになっちゃうから、やっぱり反動が来ると思ってんの。その分の不幸っていうのかな、その苦痛は後から来ると思ってんの。これ俺の考えだよ。バタフライエフェクト面白いね。うん。ノーランの作品なんだ。ああ。インターステラーってどんな話なんだろう。うん、バタフライエフェクトはすごい面白いね。うん、オピオイド系いじる麻酔であれ大丈夫と思った途端に効かなくなる。おお。なんかすごい難しいんだよな。うん、で俺のすごいところは、俺はセックスを、この技術を使うから、俺のセックスってこれなんだよ。だからセックス極めたっていう。そう、うん、俺はこの技術をセックスに使うから、うん、すごいでしょ、うん、わかる、うん、バタフライエフェクトは面白いよね、うん、一気に陳腐化したいやいや、これ本当よ、うん、だから宇宙に連れていくことができるわけだから、うん、なんとなく分かった、うんうん、いいんだよこれが分かるのは、のんちゃんだけでいいの。そう、傍から見たらマグロに見えるかもしれないけど、
俺の意識は宇宙にいるよっていう。そう。旗から見たらマグロに見えるかもしれないけど、俺は瞑想してるんだよっていう。自分が宇宙に行っちゃってる。いいじゃないか。なんで俺が宇宙に行ったら悪いんだよ。うん、あでもね、性欲と実はそのこういうのってすごく結びついてるよ。すごく結びついてる、あの冗談抜きに、うん、あリンゴさんいらっしゃい、うん、和道さんマグロカタカナで言うといいね、和道さんマグロ、うん、なんか呪文みたいだね。ワードーさんマグロのんちゃんって確かに宇宙人っぽい喋り方するよね、ちょっとね、うん、でもまあちょっとオカルト寄りの話をすると、俺多分ね別の世界から来てるよ。ここは俺ね2回多分ね、あ世界入れ替わってるっていうタイミングがあんの。俺多分間違えてここ来てる俺わかる、うん、あのこれはオカルトね。こっから先はバタフライエフェクトに通じるところがあるんだけど、俺2回間違えてここ来ちゃってる。第三宇宙の俺からすると、うんうん、セックスの時のんちゃんはマグロじゃないよ。いやこれ本当にあるの、うん、詳しくだからね。それはねケンちゃんの話を知ってる納豆キムチさん、俺のリスナーだったらケンちゃんを知ってるはずなんだけど、うん、ケンちゃんの話も通ずるところだから、うん、俺にとってはここは第三宇宙の、うん、要は辻褄が合わないことが2回あるの。知らないか、うん、ケンちゃんを知ってからにしてほしいかな、うん、ケンちゃんの話の次の話だからこれは、うんうん、いや宇宙っていうかもうね完全にね、要は俺はここにいるべきじゃないんだよ簡単に言うと。そう間違えちゃった間違えてきちゃったんだよね、うん、ここに。まあここは好きだよ、うん、ニコ生から来てる時はもう完全にここにいる時だね。だもっとガキの頃だと思う。どこだったんだろうな、うん、多分ねすごい、あれは幼稚園、幼稚園の頃に一回多分間違えてこっち側に来ちゃって別のところに行っちゃって、いつなんだろうな、どこいつなんだろう、多分俺じゃない人間が俺をここに呼んだんだよ、うん、小さい頃からあるよ全然、うん、多分俺じゃない誰かがここに呼んだんだよ俺のことを。でそれはみんなの中にもある。タイムトラベルとはちょっと違うんだよ。もっとね、うんと無限の可能性の中にある分岐みたいなもんだと思ってる俺は、うん、ドレさんも本来なら US スチールのオフィスにいるはず。あー、うん、インターステラーってそういう映画なの、うん、見てみるわ今度。みんな面白いっていう書いてるもんね、うん、要はあったものがなかったりとかあるんだよ。あ多分ね小学ね小学2年4年生以降のことだと思う。自分と自分以外の存在オカルト、自分と自分以外の自分の存在とか、ね、なんて言えばいいんだろう。難しいんだよな。まあいいや。これは言って信じてもらえるとかそういうレベルの話じゃないからいいや。
オカルトでいいよ。パラレルワールド。パラレルワールドっていうかね、可能性の分岐の話なんだよこれって。未来も過去も現在すらもないの実は。リンゴさんハートありがとう。いやもう本当難しいんだよ。分かる人に分かればいいんだけど、実は時間ってものは存在しなくて選択の連続なのね。そうで、実はその担保になってるものっていうのはなかったりするんだよ。だからね、夢ってもしかしたらそことつながってんじゃないかなと思ったりする。その並行してるものっていうか同時進行で進んでるものの一個の可能性なんじゃないかとは思ったりもするけどね。気になって寝れんから触りだけ教えて。ケンちゃんの話聞いたことない人手挙げ、聞いたことある人手下げ、聞いたことない人は手を挙げてください。のって書いてください。ケンちゃんの話。話そうか、じゃあ。これはね、子供の頃の話なんだけど、まあ、聞いたことない人いるから、ちょっと付き合って。ばあちゃん、離婚をした後に1ヶ月間ぐらい、ばあちゃんの実家にこう住んでたことがあって、俺と妹と、じいちゃんとばあちゃんで暮らしてた。俺と妹とじいちゃんとばあちゃん。で、そこは、国道から外れた田舎道で、まあ林とかが多くてくねくねしたとこ奥の方に行って、でそのこう道があって、道に U の字っていうのかなに住宅街になってるっていう、いや住宅街がバーってあるんじゃなくて道があって、こうこの字っていうの、これも大通りじゃないんだよ、もう外れた道なんだよ、をこの字型に住宅街になってんの。ちょっと集落っていうか、これイメージできる、家が15軒ぐらいある感じ、この字型に。で、そこの一番奥の、この字の奥のところがばあちゃんの家だったの。田舎の方で。で、そこで1ヶ月間暮らしてた時の話なんだけど、小学生が4人ぐらいと、俺ら以外にね、俺と妹以外に小学生が5人、4人か5人ぐらいと、あと中学生が2人いたんだよ。で夏休みだったので、そのみんなで遊ぶんだよ。でいろんな思い出があんの、誰々くんと髪のつかみ合いして喧嘩したとか、殴り合ったりとかで、ばあちゃんがチューペット買ってみんなに配っておいでとか、そのケンケンパしたりとか縄跳びしたりとか、なんかゲームボーイでなんか遊んだ記憶もあるし、でそれが俺の小さい頃の記憶原体験にあるわけで、そこにはリーダー格のすごい優しいお兄ちゃんでケンちゃんっていう人がいたの。その人が一番年上で、すごい優しくてすごいイケメンなのよ。でみんなケンちゃんのこと大好きなの、ケンちゃんのこと慕ってるんだよ。でそこのこの字の道路には面白いその遊び場があって、新しい道って呼んでたんだけど、途中まで新しくできてる道でガードレールでボンって封鎖されてんので、開発途中なの。だからもう そこら辺まで新しい道なんだけど、そこから先は森になってんの。それってイメージできる、そのこの字のエリアの中にみんなが新しい道って呼んでる場所があって、そこガードレールで封鎖されてると。でそのケンちゃんとかは遊びに行ってたの、大人のグループっつうか。で俺らは遊びに行きたいよ、ケンちゃん新しい道俺らも連れてってよっつうけど、お前らはダメだって言ってた。で俺らはいつもそのね、ちびっこ軍団はまたケンちゃん新しい道で遊んでるって言って、俺らは想像するのよ。夕方ぐらいになるとケンちゃん新しい道に行くんだけど、いいなって、多分秘密基地があるんだよ森の奥にって、俺らも中学生になったら連れてってくれるかなとか言って、でまた次の日が来てって、もうなんかずっと夏休みが続いてくみたいな。である日そのまあいろんなことがあったけど、その自分たちの家に帰るんだよ俺らは、俺と妹は。である日その時を経て、時は経て、俺が
16ぐらいになった頃だと思うけど、ばあちゃんと話したんだよ。いやー、誰々ちゃんとかと、なんか懐かしいね、みたいな話になって、俺とばあちゃんが2人で喋ってんの。で、ばあちゃんは一切ボケてないのよ。頭も記憶力もいいし、近所付き合いめちゃめちゃする人だから。何々ちゃんが中学生になったよと、ああ、そっかーとか、何々くんもなんかいいところの高校行ったんだよ、そっかーっつって、ケンちゃんどうしてんの、誰っていうの、ばあちゃん、いやケンちゃんだよっつって、ケンちゃん何してんのっつって、いやケンちゃんなんて知らないって、ケンちゃんいなかったの、うん、っていう話だったのよ、ニコ生で話した時は。え、ケンちゃんいなかったんだで終わったので、ニコ生でこれを話した時にはこっから話が進んでっていう話だったんだ、変な話でしょうで終わったんだけど、新しい道って何なのって言ったリスナーさんがいたの。確かにと、 Google マップですよ、新しい道もなかったのっていう話。変な話でしょ。俺はケンちゃんと遊んだ記憶も新しい道も鮮明に頭の中にあるの、うん、ザワっていう話。うちのリスナーは結構もう聞き飽きたぐらい聞いてるよね、うん、そう、ケンちゃんなんかいなかった、記憶違いじゃないんですかって言うけど、俺ケンちゃんの顔も覚えてるし、新しい道頭の中にあるんだよ、映像として。変な話でしょ、うん、だからケンちゃんは死神説とか、俺がパラレルワールドで前の世界の記憶説とか、いろんな説があるの。あ、あなたがケンちゃんか、うん、いやだからケンちゃん何してんだろうなとか、なんかの本で見た？だからその俺の中で納得がいくのは、新しい道の先にあったのあの世なんだよ。でケンちゃん死神だったんだよ、うん、とか、うん、パラレルワールドに続いてたりとか、うん、何なんだろうこれは。俺の中ではそういう体験っていうのがいっぱいあるのよ。その一個なのケンちゃんって、いっぱいもないけど、うん、何個かあんの。そうです、私がケンちゃんです、変なケンちゃんですって、うん、何なんだろう。でこれは心理学の用語で実はあるの、イマジナリーフレンドっていうのがあるの。周りの人は誰一人知らないんですか。俺は連絡は取れない、もう小学校の頃の子供だから。でもなんか変な話でしょ、面白いでしょ。あ、新しい道で遊びたいな。あともう一個あるのが、実は今年起こるんだけど、これも俺のリスナーさんなら知ってるんだけど、32歳でワドを死ぬっていう話、うん、だから俺もう来月の5月の21日まですごい怖いの、今年死ぬんじゃないかっていう、すげえ怖いの。ガキの頃からずっと32歳で死ぬってずっと言ってたらしい。で死ぬのが怖くて怖くてしょうがなかった。いや、やだやだ、死にたくない。それはね、だんだん大人になって亡くなったんだけど、うん、イマジナリーフレンドで検索するといいよ。そしたらケンちゃんの話みたいな、要はね、小さい子供があの架空の友達をね作っちゃうっていう、その心理学の事例でいっぱいあるのよ。あの子はいたいたっていう、それをイマジナリーフレンドっていう、その医学の用語があるらしい、うん、だから俺が医者にこれを説明したら、イマジナリーフレンドっていう症状だって言われるのよ。だから統合失調症の一種だね、うん、そう、空想の友人。子供の頃って変な不思議な体験いっぱいするんだよ。検索者は出た。
だからこういう体験とかを映像化したいけどね、映画にしたいけどね、うん、何だったんだろう。うん、背が高かったね、うん、高かった。でイケメンっていうか爽やかな優しそうな、いつもニコニコしてて背高かったね、うん、高かった。短髪で、短髪っつってもそんな角刈りとこういう短髪とかじゃなくて爽やかな優しいお兄さんだった、うん、森からカオス登場したらウケる。おお、ほとんど場所だけど同じような記憶たくさんある。ほとんど場所だけど。マルンさんいらっしゃい。ああ、子供がね、精神、脳が不安定だからっていうね。まあいろんな捉え方があるんだけどね。うん、俺はでも、その時の体験っていうか、ばあちゃんがケンちゃんって誰って言った時怖かったけどね。うん。何なんだろうね、これは。これは本当に何なのか分かんないんだよ。まあでも俺らの生きてる世界もこれくらい曖昧な世界だとは思うけどね。うちの子供も普通にお化け見えるっていう。ああ。うん。まあ子供の頃だけが持ってるなんか脳のバグなのかもしんないし。俺らの方がバグってるのかもしれないし、こればっかりわかんないよな、うん、こればっかりはわかんない。まあまあ話のネタになったらいいんじゃん、みんなが面白かったらいいんじゃん、うん、妹はねもっと小さかったの。俺が幼稚園生ぐらいだからあんまり記憶はないみたい、妹は、うん、子供の頃俺はね魂が見えたよ。もう一つなんかやべえな、ふかし、なんか佐野とは違うなんかふかし野郎みたいになってくけど大丈夫今日の枠なんか小学生の時同級生にいなかったこういうやつふかし野郎。あの子供の頃霊魂は見えたね、魂っていうか今では全く見えなくなったけど、綺麗なねボワーっとしたマガタマ、マガタマっつうかなんつうんだろう、ほむら玉っていうのかな、真ん中があってこうボワーっとこう光なんだよね、炎じゃなくてこうふわーって綺麗なんだよ。疲れてると追いかけてくるんだよね、ふわーっと、うんうん、嘘つきは和道の始まりっていうぐらいだからな。だからね、あのね、そういう体験が多すぎてね、あの、なんだろうな。まあまあ、この話はいいや。この話はやめとこ。じゃあ、皆さん、お疲れ様です。そろそろ寝ます。ありがとうございました。最後まで。楽しんでいただけたら嬉しいです。また明日、おやすみなさーい。ちょっと待って、もう30分語るわ、もう30分語ろう。あのね、要はね、俺らの世界もね、あ、パラレルワールドって言い方おかしかったけど、あのね、多分ねレイヤー構造なんじゃないかなって思うんだよ。ごめんね、ちょっとね、ちょっとあの話足りなかったから30分だけやろうと思うんだけど、あのね、多分なんだけど、この世界ってあのレイヤー構造だと思ってる。要はレイヤーがどこにあるかなんだよ。言ってる意味わかる？
多分ね、その霊感っていうのとか、そのさっき言ったオーラみたいなフォースなのとかも、多分ね、もう一段階上のレイヤーを持ってるか持ってないかって話だと思うの。だからね、動物とかってそうらしいよ。うん、復活パフェありがとう。パフェありがとう。そう、多重構造で、その人間が持ってない感覚器官を持ってると、その何かが分かるっていうようなもんで、そのもう一個のレイヤーを持ってるか持ってないかっていうだけの話だと思うの。ずんちゃんバーガーありがとう。そう、レイヤーが違うだけだと思ってんの。そうで、その俺は多分そのもう一個のレイヤーがあるだけだと思ってんの、うん、今この瞬間も無限にあるらしいね。俺らって実はね、チャンネルが合わさってるだけっていうのもわかるの。これ不思議な話なんだけど、言ってる意味わかるかな。すげえオカルトな話になってくるからぶっ飛んでくるだろうけど、のんちゃんさ、お酒さ、氷にさ、なんかグラスに氷入れてきてくんね。ちょっと酒飲むわ。あれ、のんちゃん大丈夫？のんちゃん、けんちゃんじゃない？のんちゃん、あれ、あ、のんちゃんトイレか。ちょっとお酒飲むわ。氷、はい、やってくれる？グラスに氷。なんかね、その多分ね、レイヤーを持ってるか持ってないかっていう、あ、でも統合失調症ってそういうことでしょ。のんちゃんがいなかったって話でしょ。花火ありがとう。ベギラコーンありがとう。ありがとう。あ、でも映画作ると、ありがとう。映画作るとしたら俺はすっげえ悲しい物語にしたいな。うん、友達は最初からいなくて一人遊びしてるシーンで終わらせたいね。ケンちゃんを映像化させるなら。すっげえ悲しい男の子の物語にしたいね。あの、さっきからね、ずーっとインターステラー、インターステラーって言われてんの。お前の話インターステラーだよってずーっと言われてるよね。そう。もうこれ5回目ぐらいじゃない？ワードインターステラーだよ、お前が話してんのって。俺見てないんだよ。どういう話なの？だからその、さっき別の話もインターステラーって言われたの。何なのそれ。全く同じ体験してるんだろうね、多分。だってさ、この枠でもうさ、別の話してんの、インターステラー5回目ぐらいでしょ？そんなに俺が言ってることインターステラーなの？だから被るんでしょ、要は。何なのこれ。いや、もうずっと言われてんの。和道が言ってんの、インターステラーだよって。インターステラーはガチの科学者がいろんな宇宙理論を盛り込みまくったオカルト映画。見た方がいい？いや、だって意味がわかんないもん。そんなに被るの？この話がインターステラーと。いや、ワド絶対好きだよって言うんだよね。今から借りに行って見ない？今日、のんちゃん。だってさ、こんなさ、自分の話何個もして、インターステラー、インターステラーっておかしくない？なんで死活されたんだ、俺。なんで俺今死活されたの？俺の、ニコニコで見れんの？マジで。KB。KB。なんかね、その、って言うんだろうな。全部インターステラーで視覚化されてるんだ。いや、あのね、だからこれを言うときにすごい違和感があるのが、その視覚化されてるっていうよりも、俺は視覚どころじゃない、体験してるんだよ。わかる？ケンちゃんと握手してるし、その手から出てるし、わかる？全部その映像化じゃねえぞっていう。のんちゃんと、に、その、できるしっていう。リアルだよっていう、その、なんつうの、
視覚化っていうか、わかる？言いたいこと。なんつうんだろう。いやだからそう、なんつうの、その体感なんだよっていう、そのうーん難しいんだよな。俺ね、言語、俺ね、実はね、言葉って本当に不自由だと思うの。俺言葉で説明するの超得意だし、言葉使いじゃん。だけどね、言葉って本当ダメ。言葉は本当不自由。分かったふりはできるんだけど、何一つ伝えることができないと思う、言葉は。インターステラーなんて見てないから分かんない。どのシーンか分かんないし、何の話かも分かんない。あの映画3時間ぐらいあんの。じゃあ面白い、もう超オカルトまでぶっ飛んでいい。今度は超オカルトにぶっ飛んでいい。そのもっと上の話していい。もっと上の話、もっともっと上の話していいっすか。あのね、人ではないよ、人ではないけど飼われてるんだよ俺らって。でそのチャンネル合わすとくれるよ。俺らは一つの見守られてるの。上から上からっていう表現が合ってるかどうかわかんないけど、チャンネル合わすとくれるよ全部。多分チャンネル合わせらんないんだと思う。フェイズ理論っていうの。2チャンネルからいらっしゃい。いっぱいもらった方がいいよ。いっぱいもらった方がいいよ。だからね、宇宙自体が生き物っていう、そのなんて言うんだろうな、求めないと全部くれるよ。全部くれるよ。全部くれる。全部くれる。何をくれるじゃない、全部くれる。全部くれるよ。全部くれるっていうよりもね、チャンネルが合うっていうことはそういうことなんだよ。全部くれるじゃなくて気づくの。ピーってチャンネル合わせればいい。チャンネルを合わせればいい、本当に。その時気づくっていうかね、結局ね、全部俺のもの。全部俺のものっつうかね、全部手にしてるんだよ、実は。気づく。全部もらえるの。つながる。いや金持ちにはないと思う俺それ、金持ちにはないと思う、和道全部持ってるやん。
なんかいいセリフだね。映画に使えそうなセリフだね。全部持ってるやんって、かっこいいセリフだね、うん、全員が持ってるんだよ本当は。だから合わせられるか合わせらんないかだけだと思ってんの。あ、と同時に何も持ってないよ全部持ってると同時に全部持ってないよ、うん、要はね、何も所有なんてできないんだよ。そう、分かる時が来ると思う。分かる人は全部手に入るけど何も所有できないっていう。そう、人間に所有する権利なんかないんだよ。権利っつうか、その所有なんて全部ない。うん、知らんね、上げて落とすんじゃないんだよこれは。要はね、発明なんてものはないんだよ、発見しかないんだよと同時。俺は分かるの、アインシュタインはつなげたの、トーマス・エジソンもスティーブ・ジョブズもつなげたの。彼らは新しいものを生み出したんじゃないの。そう、チャンネルを合わせたんだよ。分かるかな、分かんねえだろうな分かる、言いたいこと。やつらはチャンネルを合わせることができるの。そう、見えた人っていう、のかな、うん、言葉ってダメだな、うん、君は全てもう手に入れている、映画のワンフレーズ。ワードはやっぱ持ってないってよ。だからただそこにあるだけなんだよ、ただそこにあるだけ。ああいや、そういうことでしょ、本当に本当に。なんか難しくないんだよ、うん、だから売り切りですよとか、今日休みなんですぐらいなんだよ、うん、うん、仏を掘るんじゃないから木から取り出すみたいな。あ、だから偶像崇拝はダメだよ、そういうことだよ。んーとね、なんて言うんだろうな、なんつうんだろう、なんつうんだろうな、多分ね、とどめたいんだよ。こう、ずっと人間は、俺は永遠にこだわってるだけだと思ってる。もうね、死にたくねえとか、怖えの、ずっと、だから永遠にこだわるの。そう。そう。怖いんだよ。うん。うん。でもね、なんつうんだろう。もうなんつんだろうな、うん、俺は悟ってはないんだけど、チャンネルバッチリ合ってる人は分かるよこいつチャンネルピタピタだなっていう人いるんだよ、たまに。ピタピタな人っているの、多分ね。宇宙人って言ってるけど、もっとでかい何かだよ。共有っていう、ね、共有っていうかね、あのね、ね、なんつうんだろうな、なんつうんだろうね、こういう、なんて言えばいいんだろうなんて言えばいいんだろうな、本当に
生まれた瞬間に目的終わってると思った方がいいと思う。本当に、うん、生まれた瞬間にもう最高に完成してると思った方がいいと思う。いやマジでマジでマジで、実は、生まれた瞬間にもう目的達してるんだよ実は、いやあのね、そういう生命が循環するとか物質が循環するとかいうレベルじゃないんだよ。もう本当に意味なんかないの。本当にないです。いや生まれた時愛されるがピークじゃないんだよな。もう本当にね、あの生きてる理由とかもないし、あの超余生を楽しんだ方がいいよみんな、もっと、あ、地球の方が偉い、とか、わかるよ、いろいろ。地球の方が偉い、とか、宇宙の方がでかいとかわかるようになる。宇宙の方がでかいんだよ、みんな。ないと思う、だからもっとなんだろう、楽しんでいいと思ってるね、なんかその人間が作ったルールよりももっとすごいルールが多分働いてる、あの人間が作ったルールは人間が作ったルールだから、もっとすごいルールがあると思ってる。そのルールに乗っかった方が楽しいと思ってる、それがチャンネルを合わすっていう作業、やっと言語化し始めたね、もっとでっかいルールの方に乗った方がいいと思うね、大きい方のルール、そっちのルールの方が多分正しい。で、そっちのルールの方が多分変わらないと思う。赤ちゃんは宇宙より大きい。完成って感じだな、なんかその無限拡張する膨大な意識みたいなものを手に入れちゃえば無敵な気がするんだよね。ガーッと広げちゃえばいいんだ。ガーッとガーッと広げていく。バカありがとう、ロハコさん。もっとバーッと広げていいと思う。バーッとね、バーッと広げるの。そうすると、いい。大体は、こう、ガーッとなるから、その、ダメなの。バーッと広げちゃえばいいよ。もっと広げるの。バーッと。そうするとだんだん見えてくる。こう、こうじゃなくて、こう、こういった方がいいと思う。そうするとね、多分見えてくるんだよ、いろいろ。ね、擬音が多くなっちゃうんだよな。説明するの得意なんだけど。だからさ、スポーツマンの人とか、長嶋一茂、とか、ブーッとか、グッ、こう、グッっていうのはすごいと思うよ。
あっちの方が多分伝わる気がするもんね。こうシュッシュッってこう、うっ、いいねいいよよくなってるよ、うっ、これはそういうのは分かる気がするな。あっちの方が分かるよね。ブンブンじゃない、ブン、うん、な、臨場感があるんでしょう、多分本人にとっては。あ、俺ね、一個ね、最近ね、わからないことあるんだけど、みんな教えて、頭のいい人。これ、残り9分しかないんだけど、DNA があります。DNA があります。DNA って変わらないの、生きてる間。俺の今の最新の関心があること、ここなんだけど、DNA と DNA が交配して突然変異が生まれますっていうのが、あれなんだけど、お久しぶりです。どうなの？ DNA って生きてる間に書き換わるの？これ書き換わんないとしたら俺らの人生って何なの？っていうのが俺の最近の疑問なの。 DNA って変わるの？生きてる間に個人は変わらないの？めっちゃくちゃなルールだね。傷はつくのか。個人では変わらないの？最悪じゃん。変わるし修復もする？いや、だから疑問なんだよ。その、要は、親父が20歳の時のこと、子供と、親父が30歳の時の子供で、子供って変わるのかな？みたいなことを考えたり。いや、だから和道くんじゃなくなっちゃう方が俺は正しい。しそうあってほしいと思ってんの。変わるケースがあるか知りたい、知りたい、うん、最高顧問さんこんばんは。だからと突然変異をがないのかなっていう、うん、知りたいんだよね。じゃないとその確率論ゲームじゃない？俺思ったんだけど、これってただのガチャじゃんって思っちゃったの。ガチャじゃんって、うんうん、その違う突然変異で生まれてくるっていうのは後輩の関係じゃん。もし生きてる間にその優秀な遺伝子に組み替えられないとしたら、ただのガチャガチャじゃんセックスってって思わない？悲しくない？どうなの？ガチャゲーじゃんっていう、うん、ガチャだよね。すごいなと思って、当たりと外れ引いたらどうすんのみたいな。加齢すると精子の書き込みデータが劣化するんだ。じゃあ基本的に人生ガチャゲーってこと？その数が多いと全体的に収束する？いや、個人の問題があるぞ。ハズレガチャに生まれたらどうすんの？まあ、ハズレかもしんないね、俺は、うん。なんか、すごいな。うん、運ゲーじゃん。運ゲーすぎるぞ。おー。だってその賢に生まれてくるのとさ、賢じゃないに生まれてくるのさ、これもうしょうがないってこと？中性子は DNA 破壊され修復される際に元の DNA と劣化したものまたは欠損した DNA が出来上がる。おー、運ゲーだよね。でも平等だとか世界平和だとか格差をなくそうって言ってるけどさ、俺だんだん気づいちゃったんだよね。これ運ゲーだぞって、このこのルール運ゲーだぞって
ていうのに気づいちゃったんだよね。でも気づかないでさ、苦しんでる人もいっぱいいるわけじゃん。ねえ、世の中には。そうか、運ゲーだったのか、やっぱりな、やっぱり運ゲーだったか。だってアインシュタインとか全く違うようにこの世界見えてたと思うよ、多分。超賢いでしょ。努力でどうにでもなるって思うんだ。俺はそっち派じゃねえな。努力でどうにでもなる派ではないな。いや、努力でどうにでもなる派だったら、努力で DNA 変わったら面白いと思ったの。めっちゃ走ると、走りが速い DNA に変わって後輩ができるとかだったら面白いなと思ったんだけど、どうやら放射能で DNA ぶっ壊す方しかないらしいね。空間論の話面白いんだ。まあいいや、楽しかったわ。ドラゴンボールの世界でもあれって超回復だよね、サイヤ人の設定ってね。あと俺、そのベジータがさ、こうさ、あの水の中にこう使ってさ、ブクブクブクってやってるじゃん。あれ温泉だよね、多分。あれ温泉療法だと思ってんの。あのここにこうつけてさ、水の中でブクブク、あれ多分すげー気持ちいい温度で、バブルバス的な何かだと思ってんの。ブク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 って、あれ温泉でしょ多分。人間と持ってる能力の数パーセントしか使ってないって言うでしょう。優秀な能力は備わってるんじゃなくて、どれくらい能力発揮してるか。あ、それはあるね。あれ、ラジウム温泉とかなのかな。あれ、なんか、俺絶対気持ちいい温泉だと思うんだよね。筋トレすると DNA 傷つくんだ。え？ DNA 傷つく。鍛えることに意味ある。親が鍛えた分だけ子供は強くてニューゲーム。へぇー。聞いて、あ、はい、残り時間でよければ、はい、どうぞ。聞きたいことがあるんで聞いて、はい、早めにお願いします。もう終わっちゃうんで。超回復理論最近否定されてんだ。え、じゃあ筋トレする意味なくね？超回復はあるんじゃないの？だって筋トレしたら筋肉増えてるのはもう人類分かってることだ。スポーツのアスリートも。あれ、成長ホルモンの？残り1分です。最後この質問を答えて終わりにします。ホルモンのコントロールなんだ。でもまあやることは一緒でしょ。飯食って寝て筋トレすりゃうまくいくよってことでしょ。シャイニーやらないんですか？シャイニーの名を呼べば、シャイニーは君の中にいるよ。シャイニーはいつだって君と一緒にいるんだよ。アディオス。トラン荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。